南水ダルベアは、デンマークの作曲家、ドレセルビエアに生まれた。フィン島で育ちピアノ演奏を学んだ。工業分野で成功していた彼女の父は、デンマーク音楽アカデミーで学びたいという娘の希望を却下した。ダルベアは健康上の問題から腕に問題を抱え、結局作曲を行うようになる。ヨハン・スベンセン、フィニ・ヘンリクス。 カール・ニール・センから個人的に作曲の指導を受けた。作品の大半は1914年から1935年に書かれており、数としては特段多いというわけではない。作品には約40曲の歌曲、還元楽曲、室内楽曲がある。ダルベアが公共曲を作曲した初めてのデンマークの女性作曲家となった。 公共曲の初演は評論家の賞賛に迎えられたが、彼女が女性であったことに驚きが認められ、ことによれば恩着せがましさも感じられるような調子であった。彼女は完全に自らの発想により創作していたが、その音楽にはスベンセント・ニールセンから最も強い影響を受けていることが聞き取れる。室内楽作品が最も注目を集め、三曲の弦楽四重奏曲の うちの一つ、第2番と単調作品14は、多くのスカンジナビアのアンサンブルがレパートリーとし、1999年には、ダカポレーベルに録音が行われている。この作品のパートップ、ソーフア2007年にエディションシルバートラストから再版された。音楽学者のビルヘルム・アルトマンは、ダルベアの弦楽四重奏曲、第2番について、次のように記している。南ダルベアは、 自らの下の名を伏さずにこの作品と出版しており、もし私が偶然に女性の作品だと知ることがなかったら、その音楽の厳粛さと持ち前の力強さも合わさって、私は語りかけてきているのが女性だと思うことはなかっただろう。彼女の作曲技法の熟練度は、驚愕に値し、彼女は伝えるべき、確たるものを持っているのである。カビット S ・ S サイクロペディックサーベイオブチャンバーミュージックフレンゼレックスベアで生涯を終えた。ありがとうございます。